松原ですさあ今回はね、えー、こちらの物件見ていきましょう事故物,、えー、物件ねいろんなとこ住んできましたけれどもだいたい住めますはいいろんな亡くなり方の物件住んできましたけど殺人自殺孤独死住んできましたでもやっぱりね臭いい物件は住めないですね特に、まあ、いろんな臭い物件ってあるんですけれどもエリスグリの 3つの物件をちょっとと紹介したいと思い思ます。まずはこちら本当に臭い物件。ここはですねとある知り合いの方から母親が持っていた物件賃貸物件に住んでいた方が亡くなっていたとでお母さんもその方のお母さんももうすでに亡くなっちゃってたんで母親がその賃貸物件で誰かを住まわせたっていうことをその方知らなかったみたいですねなのでもう警察から直接連絡が来たみたいで。 でまあ、どういうことだろうということで行ってみるとまあ本当にすごいい腐敗されていたと、まあ、このまま修復してリフォームしてまたこの物件を賃貸で貸すってなってもお金はかかるしそのまま売り物件にしてもまあもうだいぶ匂いも染みついちゃってるんでちょっと売ることもできないだろうなと。 で困ってるんですが谷さんまあよかったらまだリフォーム前の本当に臭い状態の物件で1泊しませんかというお誘いを受けましてえー、行ってきましたこちらです 1K のまあ結構広い物件なんですが真ん中の四角いところがそこでおそらくなくなったんだろうなということなんですけれどもあの入った瞬間にマジで臭かったですこの表現 臭いってなかなか表現で難しいんですがやっぱ鼻を針で刺されるような匂い、こいツーンとくる匂いですねでそれは何だろうなその排泄物であったりとか腐敗の匂いとはまた違うガスに近い匂いなのかなとは思いますけれどもでまあお風呂場とかは別にそんなに汚くないトイレも汚くはないだけどちょっともう,う耐えられないのでこの防塵マスク防臭マスクをつけて望、えー、むんですがそれでもねやっぱ やっぱりまだ臭いでで、すね。でこの匂いの根源この四角いところの横にビニールシートを敷きましてですね、まあ、どれだけこの臭さに耐えれるか自分を挑戦しようと試みたんですけれどもで、ここで亡くなられた方は、まあ、男性の60代か70代の方なんですけど死後2週間で発見されてるんですねまあ暖かい日に。でその死後2週間で見つかってから2週間後の状態の部屋なんですよ。 ちょうどね、まだ匂いが取れきっていない。で、小林もね、窓に張り付いてたりとかしてて、そんな床に、これね、暗くて分かりにくいんですけれども、えー、寝そべります。真横にね、ちょっとさすがに上は寝そべれなかったんですけど、まあ、より近くにある状態ですよね。ただね、これもやっぱ30分も持たなかったな。 こうやってね、もうこの白い部分がもうね一番臭いところなんですけどちょっともう寝れなくて体が受け付けないというかこの匂いを吸い込むと人体に支障をきたすんじゃないかっていう不安に駆られて寝れないんですよなので30分でギブアップしましたということで、えー、本当に臭い物件は寝れないというのが分かりましたねはい続いていきましょう土臭い物件これは去年 ですね、えー、秋ごろかな1ヶ月だけ借りた物件ですけれどもまあご屋敷漫画いっぱいあるいう物件ですねだここはですね2年前に家賃を滞納してた人が2年間放置されておりまして去年かなそのまあ管理してる。 方が見に行くと白骨化していたという物件ですね。で、こうちょうどここここに白骨遺体があったという。ところで一応モザイクしてますけど、これもう土になってました。はい人間って2年間放置されると土になるんだなっていうのがね。 この部屋ででわかるんですけれども、ここももう完全防備で防毒防塵マスク、えー、さらにはこの防塵メガネゴーグルね防護服着てもう分厚いゴム手袋をつけて一応1泊過ごそうとしたんですけれどもなんか臭いなでもってねすごいいろんな剥製とかねこれは鹿の頭蓋骨とか置かれてあったりとかホラー趣味な方で。 すごいホラーのフィギュアとかねいっぱい置いてある部屋だったんで「あこんなすごいな」とか言ってこう顔につけたりしてたんですけどもどうもやっぱ臭いんですよねでその臭さっていうのが何ていうのかなそのさっきの2週間後に発見されてその2週間後に泊まった部屋の遺体の匂いじゃなくてつんざく匂いじゃなくてカビ臭いのと動物の匂いあ,あとやっぱ土の匂いがすごいするんですよね。 なんでなん、なんだろうな、ある意味自然に近いというか、牧場の匂い、いや、違うななんやろうな、あの、ほこりの匂いが強いのかもしれない、ほこり、カビ、マト踏んでね、ネズミの糞だったり、ゴキブリの糞だったりの匂いとか、いろいろ混じって、ああいう匂いになると思うんだけど、防塵マスクしてるはずなのに、めちゃくちゃ臭いんですよね。で、後から気づいたんですけど、このフィルターをつけてなかったということですね。これ、先ほどの防塵マスクとはまた違う、防臭マスクとは違うマスクなんですけど。 この部分にフィルターをつけてなかったから僕全部吸い込んでたっていうね多分僕体何かしらの菌が今繁殖してると思いますあだからかなこれブツブツいっぱいできてる <noise> うん、ね、もうねこんな状態になってます多分ねだからちょっとねやっぱり人が発見されるのが遅すぎるっていうのもやっぱり匂いは全然違いますけれども吸い込む恐怖はありますよねだから皆さんも気をつけてくださいそして最後こちら 亡くなり方が臭い物件。これはねまあ有名な事故物件工事サイト大島るさんにもう数年、ね、もうこれは今は載ってないとは思うんですけれども20代女性と40代男性が覚醒剤を大量に摂取した挙句男性が女性の排泄物を喉に詰まらせて死亡それを見た女性は心臓発作を起こし死亡と。 こういうことが書かれてありまして怖いですねやっぱりお薬というのはお薬とまあ特殊な性癖というものが生み出した悲劇じゃないかなと思うんですけれどもまあ男性は女性の排泄物を食することに興奮を覚える方だったんでしょうで女性もそれを受け入れて自らの排泄物を食してもらったんでしょうただやっぱりねここが怖いですね喉に詰まらせるとだから性的興奮がこう盛り上がってるって 時にもう食べたい。欲求。 性欲と食欲が同時にこうなんか盛り上がりすぎて一気に食べちゃったんでしょうねだお正月で嬉しいなおめでたいなってやった餅だっておじいちゃんおばあちゃんが食べて喉詰まらせるのと似てるかもしれないうんだからちょっとね興奮しすぎてる時に大好きな食べ物を食べるのはちょっと気をつけた方がいいかもしれないなとでまあ悲しいのはそれを見てショックを受けて心臓発作で女性が亡くなってしまうというね人間というのは突然訪れるこの予測できない 状況っていうのには対応でききななないいい生き物なんだなというのはすごい感じましたね、うん、でもこれもしかしたら間違ってるかもしれないですね他者から見た感想として亡くなり方は臭いかもしれないけれども食されてる男性は好きな食べ物だったわけだから臭くなかったのかもしれないという,うんまあ人それぞれかなという物件ですねでこれ実際あ,のありますはいモザイクしてますけれどもその事件があった地域の不動産 界隈ではすごい有名な出来事だったらしくてまあその辺で知った方がもしかしたら投稿したのかもしれないなとなので皆さんくれぐれも気をつけてください臭いなくなり方なくなってすぐの臭さそして亡くなってしばらく発見されなかった時の臭さそれぞれ別の臭さです、えー、その三者三様僕はちょっと進めないなと思いました、はい、まあまあここは別に進めるか綺麗になってるかもしれないですからねもし進めるんだったら ということで、以上、臭い物件参戦でございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。